皆さんどうもタイガです。お疲れ様です、今回やっていくのは強ピー上げていきましょうというわけなんで、まあね、星読み装備のアビ魔法と、そしてですね、金バッジを取得した、まあ金バッジを引くかどうかは別として、ビートルガールを使っていきたいと思います。で、お相手が1戦目からアビ魔法ですね。相性はより、まあ大型を2本引かなければならないんで、2本プラス足引ければもう完璧だね。他の札は何でもいい。2本欲しい。足も欲しい。ちょっと引けないですね。2本も来たらラッキーだけどどうだろう。引けなかったらまずい。2本来たんで、まあ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 妥協ラインですね。まあ魔法とビートルガール金だったら魔導は怖くないんですよ。ただ、対魔導騎兵で足がないとね、ドローンになりがちなんだ。そこだけちょっと不安。まあ今固定してるキャラが両方とも魔導に強いから、意外と足なくてもいけるんかな。どうだろうって感じではありますが、やっていきましょう。さあ、ひとまず大砲一発撃つか。一発でいいやもう。うん。なるほど。はい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 。なんかいるな、ここ。なるほど。それか。じゃあ、ポセで巻き込みましょう。ヘビ地獄さあ、一応ね、スキル発動ダウンは入れてるんですが、ビートルじゃなくて、なんだっけ、あいつ。あいつのせいでめちゃめちゃ削られちゃってるんですよね。これ取られるか？まだ取られてないな。オッケーオッケー。なんとかしたんだけど、あれが痛すぎるね。最後っぺが。さあ、どうかな。ひとまず魔法は置きます。メデューサがきつすぎる。さっきメデューサ何体出されたんだろう。1体でこんだけ削られてんだったらマジ許せないんだけど、1体じゃないのかな。はい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 。バルキリーは問題ないんだけど、刺さりすぎだろ。1体召喚で固まりすぎ。てかスキル打ちすぎ。結構異常だよそれ。結構異常なスキル成功率してますね、相手のメデューサ。普通はそんなにしないスキル成功率ない。で、大型がまだいるんで、相手に。レドラが切れないんですよね、これ。まあ、これドローンの流れですね、もう完全に。はい。まあまあまあ、ドローできればよしですね、これ。ちょっと無理すぎる。メデューサ系だったね、完全に。そう、バルキーにも殴る。まあ、殴るけど届かないかな、これ以上は。はい。一応守りましょうか、しっかり。はい、はい。バル落とせ！あと一発！届かない。というわけで、あ、判定があるんですね、今回。はい、判定敗北ですね。はい、続いてはフランケン来ました、フランケン。フレンドですね。誰かわかんない。ただまあ、フレンドで名前、あでフランケンってもう絶対持ってるでしょ。勝ちたいね。ただね、魔法使いはね、フランケンにね、一応有利なんで、はい。リーダーの相性は悪くない。あとは大型にと、やっぱいつも通り足が欲しいけど。いや、ここから大型に妥協。まあ妥協だね。まあ、ただビートルガール金は引けてるから、強力ではある。ただ足なしでアークエンジェルと、このマクロスフロンティアバルキリーなんで、どんどんね、前に引っ張られちゃうっていうのがちょっと怖いところかなと思います。さあ、トーマン。鳥で欲しいけど、足なしでトーマン相手ちょっと面倒くさいんだよな、鳥で飛んの。まあ、ひとまずビートル出すか。OK。はい。で、フランケンで。飛ばしてはいる。そこも飛ばし、これ取れんじゃねえこれ。取ったね。素晴らしい。取ったけど、そこがやられてんの、なぜだ。まあいいか。よくないな。まあ、そこさえ止めれれば、ひとまず。ここで魔法使い一回抑える。魔法で抑えて、スキルで押し出す。壁でね、魔法使いすることによって、まあ一瞬押し出せるよねって感じですね。で、まあ行こう。
さあ回復も入ってる。でこれ後ろはねもうねマクロスでやるしかないんでマクロスやります。でこのアークエンジェルがゴーレムに対して結構頑張ってくれるんだよね。ただスキル打ちすぎだね、あのゴーレムも全部ね、もう全部ったのスキル。まあでもこっちまだねマクロス残ってるし、よいしょ、こっち来ると思うんで特に心配はしてないかな。まあ、これでゴーレムが来るじゃん、こっち。スキル打った。さあ来たよ。さあビートルガールと一緒にワチャワチャやってくれよと。さあ倒した。さあ魔法も流していこうか。これ多分相手かなりきついと思う。さあ相手、プリンセス。はい、流そう。流せるキャラ。ダメージは入ったね。ああなるほどね、パンダね。それ当たんじゃね、それ当たって取るじゃね。 OKOKOK、 取る読みだったからこれでマイク相手のこの後ろ間に合わないんで俺の方が削るの多分早いっすね。ワンチャン落城ないかなって感じ で、まあちょっと、まあ、なさそうなんで対応落ちます。はい、というわけで点差勝利ですね。フレンド相手、まあ、やっぱ魔法使いはねフランキーに対してすごい強いね。安定感あるわ。あと大型も刺さったね。いや美味しい。はい、続いてきます。お相手ミノガールですね。ミノガール珍しいな。ジャジャンはミノガールだよね。ダビさんなんで、まあ、かなり火力は高いと思うんですけど、ミノガールもね意外とね魔法でねなんだかんだやれるっていうのがあって、まあ、何やれるかっていうと、あのミノガールのブーメランを耐えながら砦の前で壁張らなきゃいけないじゃないですか。でも魔法使いって、まあ、1タイルもあったりとかして意外とねその時間を稼いでミノガールを引っ張るまでの時間を稼いでくれるんだよね。大型2本来ないな。こっからだけ大型2本で、いや妥協したくないけど、まあ妥協するか。うん、しょうがないね。なんか全然足引かないんだけど、足優先枠ゴリゴリ入ってるんですよ。なんかおかしいな。おにんこか。はい、金木出して取りで取りに行きたい。まあね、2-2で取れればもう全然 OK なんで。で、このまま金木が上に行ってくれることを祈ってる。いいね。はい、殴り合ってくれてるんで、それでよし。で、サタンか、なるほど。サタンだし、剣士飛ぶ？あ、飛ばないそれもしかして。あ、でも、オッケーオッケー、魔法飛んだね。魔法飛んでくれば何でもよし。それ多分剣士飛ぶでしょ？オッケー。で、回数増えて、で、もう一回飛ぶでしょ？剣士。はい、オッケー、完璧。完璧だね。素晴らすぎる。これがポセイドンの超絶うまい作り方だね。素晴らしかった、今の。出す1。おかげさまで、何も怖くなく。あ、でもそれはね、やれない。ここだけしっかり押さえましょう。はい、倒してもらってここね多分飛ぶんです、飛ぶんですけど飛んでもいい。うん、飛んでも構わないよ。飛ばせてやらせようか。さあ金木ダブル出して、まあ多分おにんことかマリオネットとかで止めてくると思うんですけど、まあ、全然怖くないんで問題なし。さあ豆拾うかもしれないけどそれも怖くない。さあポーンと出してスキルを打てば壊しながら回復。はい、あと1回で倒せる。倒した。さあマリオネットラスト。さあスパスパンスパスパントーンでコビートルガール、スキル打ってほしいな。そこ、なるほど、最後がそいつか。ブルガも行きましょう。もうはい、ラスト魔法使いも切って倒してもらって取り手を取りに行こうか。あれでマリオネット終わりだね。あ、思いついたわ。数え間違えてる。まあ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 いいでしょう。魔法使い残ったね。今のブルガの渦潮のおかげでマリオネット吹っ飛んでる。で、あれで渦潮であいつも回らないけど、まあ削れて剥がれて、さあ朝からこれで終わりで完勝と。ありがとうございます。いい感じでしたね。まあただ10コースダメはちょっとできなかったかな。まあ完勝するだけでもね、プラス1のボーナスもらえるんで美味しいですね。はい、というわけで最低値だけど、まあ、2もらいましたと。ありがとうございます。はい、それでは行きましょう。お相手またフレンドですね。フレンドが来まして、名前ジブラルタル。エーペックス大好きかな。で、キャラが魔導騎兵。はい。まあ、何度も話してますがね、魔法使いのアビリティめちゃくちゃ強いんですよ。まあ、その理由がこれね。
今超強いって言われてるキャラたち、めちゃめちゃね出現率が高いキャラたちに対して有効なんですよね。それが魔法使いが激アツな理由。ちょっとねマミーだけだとね砦削りづらいんで、もうちょっと回します。次で大型2本妥協で、はい、まあ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 、一応窓にね大型が射程勝ってるんで、まあ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 、でマミーで、まあ、行かなかった理由が、まあ単純な話なんですけど、遅い足が砦取るのも結構大変っていうところがあって行かなかったんですけど、まあ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 、はい、砦欲しいっすね。で上もディケイといきましょう。もうチャチャといく。あーカンガルーか、ちょっとめんどくさいなカンガルーで、しかもマクロスか、かなりめんどくさいな。どうしようかなこれ。カンガルー2でしょ、しかも虹でしょ、これかなりめんどいっすね。どうしましょうね。しかもポックルでしょ、カマキリ、これちょっとかなりめんどくさいね。まあ一回クラガで抑えるか、一回ね、ひとマスね、時間かければいいんでとりあえずクラガのスキル入るじゃん、ドーン。まあでも入るけどね、入ったところなんだけど、あいつ逃げまくるんで、はい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 。でこれでポックルもやれるでしょ、スキル打ってほしいんだよな、一回な持ち上げるけどやりきれないよと、はい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 、はい、よいしょ、ビートルガールで時間稼ぎましょうか。相手まだカマキリもいるんで、あんまりやりすぎちゃうとこそなくなってドローなんですよね。これ多分魔導と考えるだと思います俺、多分ですけど。さあ来ましたね、一回下げましょうか。これちょっとずっと見るの無理っすね。でまあどこを見るかなんだけど、まあ、ひとまず上かな、サイクルガールは。マクロスは飛んでどっか行ってくれるんで、時間稼げると思うんで。はい。あ、裏技剣士使ってないから、裏技剣士も使いましょう。まあ、ちょっと上倒してくれないと困るんだけどね。上倒してくれないと困るんだけど、倒してくれてないですね。射程分かってるけど、倒せてない。まあ、守れればよし、ひとまずね。はい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 、怖い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 。というわけでね、考えるでちょっと積んじゃいましたね。まあしゃあなし、まあでもなんとか判定なんでドローですね。はい、それではラストいきましょうか。ラストはまあ別に相性特に関係ないかなっていう感じのサタン。まあでもそれでもね、魔導でミノガールフランケもいたよね、全然問題ない。魔法使いであればまあ、大体なんとかなるなって感じではある。サタンも別にね得意ではない、もちろん。でも有利ではないけど不利でもないから、サタンやれる大型をしっかり引ければ、やれる大型って何って感じなんだけどね。サタン今めちゃめちゃ強いから何がやれるのって感じではあるんだけど、これでいこうか。じゃあ迎撃大型2いけるかな。まあ流して処理できれば一番いいんだけど、どうかなって感じ。足がない。あ、なるほど。いやー、嫌なの来たね。これね、マミーね、マジで強いんだよ。取ったわ。でっか、それ。あ、待って、取られたわ、でも。まあ、ひとまず、魔法も置いて。いやー、相性あれ？マジかよ、それ。マミーに、魔法に対してマミーは魔性がないとして見えてるから、さらにカマキリ。カニが持ってかれる。めちゃめちゃ相性悪いぞこれ。どうする？でもカニね、虹なんで強いですね。頑張ってる。えらい。それダミー化しないと思ってるんだけど、するかな？されるとマジで困る。あ、しなかったね。よかったよかったよかった。さあ、ここで極行こうか。ちょっと風船この場で止まるんだけど、これ止まることが結構大事で。スキルをね、打ってね。さあ、スキルの効果を。恩恵を。もらいましょう。さあカニだったらね、マミーは怖くないというわけで削ってもらって、さあスキルどんどんどん。ただあの、そうなんだよね、それがね辛いんだよね、そいつね。でまあ死ぬじゃん。
はい、これ行くしかない、行きますね。でサタン来ると思うんですけど、そのサタンに対してこのライン、上のラインに戦ってもらって引っ張ってバフォメットを切るっていうね、後ろに下げてね、ラインをね、固まんなよ、 OK よ、固まんなよマジで、一応固まりづらくはある、ちょっと怖くてスキル打ちに行っちゃった、倒せればよし、 OK。 さあこっからだね、この青玉なんとかしないといけないけど、まず5区行きましょうか。さあ魔法もいって、一応ね、ブあーいらねえ、飲んだしちゃった、最悪。はい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 。さあバフメとここ行って、剣士をまず飛ばせばいいからね。下ライン攻めようか。一応上のラインにも切ってあげて、魔法大量いってる、悟空もいってる。で、悟空足めちゃめちゃ速いから、なんとかなると思ってる。入りました、素晴らしい。これが悟空のパワー。さあまあね、間に合わないんですけど、後ろね、一応バフメット壁張ってあげて押さえてもらいましょうか。はい、というわけで点差勝利ですね、ありがとうございます。これもしかしたらサタンレード画かな。まあでもレード画ね、今結構面白いからだからね、固定としては面白いですね、ありがとうございますね。しかし1危なかったな。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。強 P がね、ここまで上がってきました。2551と魔法使いビートルガールです。いやマジでガチ固定だと思います。はい、まあ、今ねめちゃめちゃ多い魔導騎兵フランケン、キャラグラ終わっても多いんですよ、強いから。はい、でそいつらが来てももう全く問題ないし、まあ、1回ねなんかの時魔導騎兵相手で魔法ビートルガールでラッキーと思ったけど、カンガール裏だったっぽいね、あなたもあれ裏だよね、カンガールがめちゃめちゃ重くて、まあ、サンドラとか来てたらねもっと簡単だったのかもしれないけど、まあ、重くてやられてしまって、まあ、判定負け、まあ、結局あの強 P が減るような点差負けしてないんで、点差以上の負けはしてないんで、まあ、問題はないんですけど、はいって感じでした。かなりね、おすすめです。まあ、裏ビートルガールもおすすめなんだけど、多分、大型があんま育ってない人たちだと、中型2号艇できないと思うんですよ。でも、魔法使いリーダーってだけでもかなり強いです。実際マジで。なので、激推しではあります。はい、というわけで皆さん、今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さん、チャンネル登録の方、ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったら、ぜひご視聴ください。それでは、お疲れ様です。